はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ドラゴンボールのフィギュアということで、こちらです。はい。ブラッド・オブ・サイアン、身勝手の極意兆し。はい、こちらのご、あれ、これ、紹介したか。これ紹介したな。はい。というね、小芝居はいいんですけれども。こちら、はい、ちゃんとね、こちら前にも、紹介しました兆しの悟空、これかっこいいよね、うん、出来もいいしね、うん、かっこいい。はい、でなんでまた同じものをと思いでしょうか。前回の動画でもね、多分、言ってたと思うんですが、このパッケージね、うん、パッケージのこの悟空、このカラーの悟空がすげえかっこいいなと思って、こんな風に できねえかなと思ってね、ちょっと私リペイントしてみました。はい、まあ自分でね、まあ自分のちょっと解釈も入っちゃってるけど、まあこのね、部分しか出てないから、下がどうなってるかわかんないからね、色は、うん。だからもうほとんど自分の解釈になっちゃいますが、一応ね、ちょっと色を塗ってみました。はい。ではね、早速見てもらいましょうかね。鍵、一応ね、近づけたはいいんですが、この目の輝きは絶対出ないですね。これなんか多分シールかなんか貼んないと無理だね。メタリックシールかなんかで、ね。うまく貼り付けるか、あとはなんか、そういうメッキ塗料みたいなのを塗んないと、この目の輝きは出ないですね。うん、なので、ちょっとこの輝きは全然ないです。はい、なのでちょっとね、違う感あるかもしれないけど、ちょっと見てもらいましょう。はい、こちらです。じゃん。はい、一応ね、色を近づけるために一応グレーですね、グレーに、道着は、黒。はい。で、髪の毛はそのままです。はい。なので、一回パーツは分解してますね。うん。顔のパーツは全部分解して、塗り分けました。はい。で、一応、肝心のお顔なんですけれども、これがね、うん、やっぱあの目の輝きがないっつうのがね、どうでしょう。一応近づけたはいるんですが、どうですかね。一応自分なりに頑張ったはいいんですけど、目の輝きがね、ちょっとないかなと思うんですよね。もっとこうね、輝きがあればよかったんだけど、しゃあないね、うん、これが限界ですわ。はい、こんな感じですね。まあ、一応ね、眉毛は、メタリックブルーに塗って、で目はね、シルバーと白を使い分けて塗ってます。うん、で一応ね、道着は青、うん、ダークブルーですね。なので、ブーツも、ダークブルーにしました。はい、まあ一応ね、あんま色を足すとあれなんで、こういう細かい紐とかの部分は、あえて塗ってないです。うん、そこまでね、色を足しちゃうと
かね、ああいうモノクロみたいな感じにはなんなくなっちゃうんでね。で一応ねこういう破けた部分とかもねちゃんと肌のグレーに一応塗りました。まあ下半身はね、エアブラシですね、上半身もエアブラシ、一回グレーのエアブラシで全部塗って、その後に、黒いやつでペン、筆で塗り、しましたね、こうやって。で、ここの破れた道着の下のグレーは、細い筆でピッて塗りましたね。はい。で、一応ね、台座もどうせだったらもうちょっと工夫しようかなと思って、一応こういう風にね、ちょっと兆しっぽい感じ、まあ、ブルーにちょっと銀色が混じったオーラっていうのをイメージして作りました。で支柱もねこういう感じで、作りましたね。はい、はい、こんな感じでね、本当これが自分の目いっぱいでしたね。まあ満足っちゃ満足かな。まあ一回ね全部顔はねグレーに塗ったんで目は自分で描きましたね。はい、という感じでね、はい、一応、ちょっと前回言った通り、自分で作っちゃいました。はい、ということでね、また回転台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。